トマス・マートンは、アメリカ合衆国のカトリック教会連立使徒会の修道司祭、作家。修道名は、ルイス。トマスは、ニュージーランド人、オーウェン・マートンとアメリカ人、ルースの長男として、フランスのスペイン国境付近の町、プラードで生まれ、母方の祖父母のいる、ニューヨーク近郊のダグラストンに移り住む。その後、弟ジョン・ポールが生まれたが彼が6歳の頃、母ルースが死去。トマスは、父と一緒に旅行し、それが彼に影響を与えることになる。その間、出生地のフランスの学校に入り教育を受け、後にイギリスに移住。ロンドンの英国国教会系の学校に通い、1929年、オーカムのパブリックスクールに入学した。しかし、父が脳腫瘍を患い、1931年1月に死去。トマスは、父の友人であるトム・ベネットを後見人として、ベネットの下で過ごすようになる。オーカムの学校を卒業し、ケンブリッジ大学の小学生試験に合格、大学に入学した。当初、外交官を目指したが、自堕落的生活を送るようになる。トマスは、ケンブリッジ大学を退学、1935年1月、コロンビア大学に2年生として入学。在学中、カトリック教会の洗礼を受け、マーク・バンドレインという教授に師事した。その教授との出会いが大学生活を充実させた。トマスはコロンビア大学を卒業、同大学附属学校の非常勤教師を勤務、英語の授業を担当した。その間、中断し、フランシスコ会への入会を希望したが拒否され、教師に戻った。1941年12月10日、連立使徒会のゲッセマニ修道院に入会。修道生活を送るため今まで執筆した文章を処分した。しかし、修道院長は彼の才能を惜しみ、執筆活動をするように命じた。トマスは多くの著作を残し、特に1948年、彼の代表作である自叙伝、七井の山を執筆し、驚異的なベストセラーとなった。1949年、被災に除会、1951年、アメリカ合衆国に帰化した。彼は他の修道者、修練者の指導にあたり、1956年、修練長に任命された。1965年、隠遁生活に入り、1968年、漢草修道会の国際会議に参加するため、アジア各地を回り、同年12月10日、滞在先の台湾国で扇風機による感電で死去した。ありがとうございます。